ラスカ様井上です。1月の14日金曜日です。金曜日の現在時刻は16時30分過ぎですね。金曜日なんでね、少しあの街中、先ほどのね、ルーティン動画の中でもご覧いただけたと思うんですけども、街中がね少し車増えてたんで、今日は早くちょっとねいつも時間が 早かったんで、街中をねちょろっと歩いてきました。その様子をご覧ください。どうぞ。まあまあね、お客さん入ってますね。入ってるっていうかね、お客さんが名前で言う。あ、今日はね金曜日だからね、あれですね、宝くじ売りだ。ここの中華もね、味は悪くないんですけどね。ずっと、あ、開いたのか。ずっとあれなんですよ、規制線張ってね、店内飲食をお断りになったんですけど、サナサイレストランですね。やっぱ週末になるとね、車増えるよね。うん、悪いことないね。ここもね、死んだ後、ソートジャイゲストハウスです。ここもね、なかなかね、お部屋ね、綺麗です。で、町の中心では立地もいいしね、なかなかいいとこですよ。最近ね、こんなね、サーモン屋さんができましたね。東南アジア人はね、ラオ人もタイ人もサーモン好きっすね。まあ、幸いね、僕は一番好きな魚がね、サバなんですけども、サバもね、ラオタイでね食べられてるんでね、これちょっと嬉しいですね。シメサバなんかね、結構ビエンチャン行けばね普通に食べられるんですよ。普通っていうか、まあ和食屋行かなきゃダメですけどね。ウアンパバンベーカリー、ここもね復活したね。うん、週末、あ、今日いっぱい焼いたね。今日は出来たてだ。ビアラオの納品ですね。コーヒープリンス、そしてタンゴベーカリー、この辺ねカフェのね激戦区ですね。ここはね、フランス人カップルがやってるバーですね。もう何回もね映り込んでるかな。あとコーヒープリンスのね奥の方では前コリアンバーベキューやってましたね。うん、あれまたやるのかしら。パラダイスホテル、もともとはね、ビエンビレイゲストハウスっていう宿だったんですけどね。マッサージ屋さんもね、営業再開してます。ここカフェだったんだけどね、今、コリアポークバーベキューになってますね。でカフェはね、ここハリーズコーヒー
アリーズコーヒーっていうのはね、こっちに移転しましたね、もともと。コリアンポークバーベキューにあったところのカフェなんですけど、まだ入ってないですね。すごいですね、中国遠征軍、最長だからこれレストランですね。中国遠征軍っていうレストランですね。ものすごいネーミングセンスですね。おお、すげえ。ローバーとジャグアの、あれですね、充電器が座ってますね。これで、ファストチャージって書いてますね。さすが、このアマリに泊まる方、客層はね、やっぱり、お金持ちが多いということですね。なんかすごい家庭菜園のなんか息超えてるな、ここ。ここもね、美味しいレストランなんですけどね、ミッタパープフレンドシップですね。あそこでね、ニコニコしてるのがミッタパープのおかみです。あそこね、娘さんね、綺麗な娘さんがいたんですけどね、今年21人かなぐらいだと思うんですけどね、もうね、一児の母になりましたね。そして PM ホテル、新しいホテルですね。こんなホテルができちゃって、ここのね、奥のね、プーアンカムホテルっていうのもね、ここもなかなかいいですよ。やばいでいい。店の中にね、立ってた、黒と赤のワンピースを着たね、お母さんがね、プーアンカムのね、お母さんですね。もともとね、なんだろう、材料屋さんっていうんですかね、建築資材の、あそこのレストランスペースで行ったんですけども、なんで僕がね、店の改造っていうか改装ですね、店の改装工事やってる時はね、よく資材買って、資材の仕入れに、ギミアナムリアよ、いつものカフェのスタッフですね。着の愛っていうのは後でですね、豆は来なさい、銀飲むナムディアオ、ミスターポールですね。アイルランド人か、チャンタラでね、僕が毎日飲んでることはね、いつものカフェのスタッフの間では周知の事実なんでね、まあまあ気が向きはね、飲みに来るかもしれないですね。あららら、ここはね、閉めちゃったのかな、改装するのかな。こんな感じでですね、金曜日、
金曜日のバンビエン、17時前のバンビエンでした。こんな感じでですね、これから少しずつね、バンビエンの街が、今日明日明後日と、ベンチャンジンで、賑わっていくと思います。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。